香川でカメラです。今日は葉桜になっちゃったんですけど、最後の桜を撮りに来ました。今日の持ってるカメラは、ソニーの α7-3 で、レンズは、カルツァアイス、レンズは、カルツァアイスさんの、ゾナー FE1.855Z-A です。これって電源、この電源ボタン押したらいいんですかね。つきました。あ、つきました。あ、見えてきました。今、絞り優先モードにしてます。これでピント合わせて、あ、でもピントが あった。どの角度から撮ったらいいんですか。あれ、シャッター押してるんですけど写真撮れてる気がしない。あれ、撮れてないですよね。あ、撮れた。絶対ブレた。このピント合わせて、あ、撮っちゃった。なんかあのピント合わせようと思っても撮っちゃう。さっき撮った写真がですね、ちょっと暗かったので露出補正でちょっと明るくしていきたいと思います。そういえばこれって右目と左目どっちで見てもいいんですか。じゃあちょっと今ゼロなので、あ、一気に上がっちゃった。確かにめっちゃ明るく、でもちょっと明るくなりすぎると真っ白けっけになるので、今ちょっとマイナス2か3にしてるんですけど、めっちゃ暗いですね。これでも撮ってみる。どれぐらいがいいんだろう。なんかピントが合わない。あれ、なんか半押しがしたら撮っちゃうんですよね。あれ、ちょっと待ってください。半押しもうほら撮っちゃう。ダメだ。ピント全然合ってないんですよ。半押しが苦手なんですよ。あ、ピント合わせるのめっちゃ難しいですね。あ、でも今いい写真が撮れたかもしれない。あんまりピントが思ったより合ってなかったかもしれない。思い込みだったかもしれない。あ、撮っちゃった。やっぱ半押し向いてかもしれない。半押し向いてない。今日の目標はちょっと半押しができるようになることですね。あ、できたか。できた。お、半押しができた。できました。今プラス3の明るさで撮ったので、次プラス2で、で後から比較して、これがプラス4、プラス1、0。ちょっと比較してみます。あ、でも確かに明るさは全然違う。これブルブル、めっちゃブルってなった。いや、全然撮れてない。でも全然明るさ違いますね。これから、F5.6 と F1.8の、ピントのどちらもで検証してみて、背景のボケ方がどれぐらい変わるかをちょっと検証してみたいと思います。はい、あ、見えるんですね、中で。あ、本当だ。じゃあ 1.8 撮ります。 1.8 と動かさないんですよ、難しいです。 5.6 でしたっけ。あ、大丈夫。あ、動いてない。すごい。でもピン、いや、ピントのぼけ方が 5.6 の方がぼやけが少ない気がします。あ、でもできたかもしれない。こちら渾身の一枚です。で、今日は私本当にカメラ初めてだったんですけど、自分なりに教えていただいたことを使って頑張ってみました。次も頑張ります。えいえいおー。恥ずかしい。